岩谷君東大阪市選出日本維新の会教育を教育無償化を実現する会の岩谷良平ですよろしくお願いいたします総理今日はですね私本当にここに大変情けない気持ちで立っております1988年今から36年前リクルート事件がありました私は1980年生まれですから当時8歳まあ子供心にテレビを見ながらですね 政治家の人たちの本当に悪い人たちがいるんだなというふうに見てたのを、子ども心に覚えてます。あれから35年たって、私が今ここで総理に政治と金の問題について、今一度質問しなければならないということ、大変情けない事態だと思います。ましして今国内でではデフレ脱却の兆がが見え一方で物価は上がれど 賃金が上が上らず国民の皆さんは苦しんでいますででは被災地で皆さん厳しいた国外では、アメリカの大統領選挙もあり、ロシアもあり、ウクライナの大統領選挙もある、そしてウクライナの戦争は続き、またパレスチナでも戦争が起きている、国内外で極めて重要なタイミングを迎えている今、こうして国権の最高機関たるこの国会で、 自民党の政治とカネの問題が集中審議をされている私は本当に残念な事態だと思います今日は総理にはぜひ正面からお答えいただきましてそして政治的なリーダーシップを持って決断をいただきましてこの問題にケりをつけて国民の皆さんのための政策議論をぜひスタートできるようにお答えをいただければというふうに思いますまずパネルをお示しをいたします 今回、アンケート調査結果が公表されました。85名の現職、元職の自民党議員の方が、裏金を認められました。これ、多すぎてですね、とてもパネルに収まりません。上位だけで15位まで入れるのが精一杯でした。そして、この方々ですね、まあ、確かにここに書かれていないですね、 議議議員員員池田議員谷川議員立憲をされておりますしかし、ここに書かれている方々は、刑事事件として立憲は今のところはされておりません。しかしながら、当然、刑事責任とは別に政治責任があるのは間違いありません。総理はこの85名、そのうち82名、現職の国会議員です、この方々の政治的責任について、どのようにお考えか、お聞かせください。 内閣総理大臣岸田文雄君ご、ご指摘のように、関係者については、まあ、検察の捜査が行われ、まあ、法的な責任についての判断が下され、そしてそれぞれ政治資金収支報告書の訂正を今、行っている、こういった中であります。 まずはこの関係者自身が説明責任を尽くすことが大事だとして、党からも働きかけを行っているところですが、併せて実態把握、説明責任を果たす、そして政治責任を果たす、これらは引き続き重要であるということで、党としては本人の説明責任と併せて、党として独自のアンケートや聞き取り調査等を行って、実態把握、 外部の弁護士の皆さんにも参加してもらって、実態把握に努めているということであります。今後、こうした実態把握を行った上で、そして本人の説明責任の状況等も踏まえた上で、党として政治責任について判断をしていきたいと考えます岩谷良平君。 成績について判断をする、それはすなわち処分等を行っていくことだというふうに理解をいたしますが、まあ、しかし、80、現職82名ということで、まあ、大量の処分ということになろうかと思います。私は今、まあ、検察の捜査も一旦は終わったと言われている、その状況で今、自民党側自身が処分をするために実態調査をされている、しかしもう3ヶ月経っているわけです。そして国民の皆さんは 有権者そして日本の主権者であるわけです我々は国民の皆さんに選んでいただいてこの場で仕事をさせていただいてますそして国会議員の雇い主は言えば国民の皆さんです私はこの裏金を認めた議員の皆さんがいまだにこうして国会でバッジをつけて仕事をしているそのことをいったい有権者の皆さんがどう考えているかということをぜひ想像するべきだと思いますそして 今後ですね、先ほど申し上げたとおり、国内外で非常に今年は重要な1年を迎えているわけですが、この自民党の政治と金の問題によって、政治が停滞し、それによって行政が停滞し、政策が前に進まない、そういった事態になった際には、局面を打開し、政策を前に進めるために、衆議院を解散して、国民の皆さんの信用を問うべきではないかと思いますが、 まあそういったことも選択肢の一つとして、総理に検討されるお気持ちがあるかどうか、お聞かせください内閣総理大臣、岸田文雄君、えー、今は自民党として、まずは再発防止に向けてのこの再発防止策、中間取りまとめ等のこの対策を実行するとともに、先ほど申し上げました実態把握と説明責任と、そして政治責任、これを果たしていく。 このことによって国民の信頼回復に努める、これに尽きると思っています。今おっしゃるように、今、国の内外において先送りできないさまざまな課題、震災対応であったり、デフレ脱却であったり、この厳しい国際情勢であったり、こういった課題が山積をしています。今申し上げた政治の信頼回復とともに、今目の前の課題に専念する。 これが我々に与えられた課題であると考えています。それに専念するということであり、その先については何も考えておりません岩谷良平君。えー、今、目の前のことに専念するために解散とは考えていないと、しかし、国民の皆さんがそれを望んでいるかどうか、パネルをお示しいたします。先ほど 立憲の議員さんも似たようなパネルを示されておりましたが、この直近5年間の自民党さんの議員が起こされた主な刑事事件ですね、そして政治と金にまつわるものです、まあ、これはもちろん中には、まだ係争中の方もいらっしゃることは明言をしておきたいと思いますが、まあ、毎年ですね、政治と金絡みで刑事事件となっている、立件をされているんですね、そして今回、85名の方が裏金を認められた。 ま,あまさに私は自民党の皆さんが、このお金に対して、あまりに意識が低すぎる、そして、順法意識が欠如している、党としてガバナンスとコンプライアンスが欠如している、そう断じざるを得ないと思います。そして、もちろんこれは総理になら、岸田総理の前の時代も含まれておりますけれども、まあ、今の裏金の問題、そしてこういった刑事事件を含めて、自民党のトップは岸田総理総裁であります。 この自民党トップとしての総理の今の政治責任について、どのようにお考えか、お聞かせください内閣総理大臣、岸田文雄君まずご指摘のような逮捕者等が続いて出ていることについて、自民党として、それを振り返り、反省し、そしてお詫びを申し上げなければならないと思います。<laughs> その責任を強く感じるからこそ、国民の信頼回復に努めなければならないと、改めて強く感じています。自民党トップとしてどういう責任を取るかということでありますが、それについては、先ほども申し上げたように、実態把握と説明責任と、そして政治責任について明らかにしていく。一方 政治刷新本部において確認したこの中間取りまとめ、すなわち運用面と制度面での再発防止に向けての取り組み、これを実行していく、この両方を結果として残すことが、私の自民党総裁としての責任であると考えています以上岩谷良平君。今総理は まず議員自らが説明責任を果たすこと、まあ、それがまさにスタートだと思います、これは何度も繰り返し答弁をされてこられたことであります、まあ、そこでお伺いしたいと思いますが、この先ほどのリスト、まあ、ここ以外の方もいらっしゃいますが、この85名の自民党の現職議員、元議員のうち、現時点で記者会見等を開いて、国民の皆さんに説明責任を果たされた方っというのは、一体何人いらっしゃいますか。 内閣総理大臣、岸田文雄君、えー、説明責任の果たし方はさまざ、あ、まであり、あの一方、この記者会見ということにつきましても、えー、一人で複数、まあ、会見を開いているなど、えー、この対応、さまざまであります。えー、よって、このお自民党おそう、ご指摘の自民党議員のうち、 記者会見を開いた人間は何人かということについて、網羅的に把握しているものはありません。いずれにせよ、さまざまな取り組みを通じて、明確な説明責任を果たしてもらうことが重要であると考えております。併せて党としても説明責任を果たしてまいります<上>岩谷洋平君。 これ通告もさせていただいてましたが、わからない、把握してないということであります。総理は繰り返しですね説明責任を促していくとおっしゃっております、そして調査もしているとおっしゃっています。だけども、この裏金を認めた自民党の国会議員のうち、何名が記者会見を開いて、国民の皆さんに説明責任を果たしたかすらも把握してない、一体どんな調査をしているのか、一体どんな促し方をしているのかというふうに疑問を抱かざるを得ません。 そして、まあ、先ほど別の議員も質問されてましたけれども、まあ、総理は促すという言葉を使われます。しかしですね、促すだけじゃ、ほとんどの方が記者会見すら開いていないわけなんです。促すだけじゃ進まないんです。総理がリーダーシップを発揮されるならば、今ここではっきりと、この裏金を認めた自民党国会議員の皆さんに、 国民の皆さんに記者会見で説明することを指示すべきではないですか。内閣総理大臣岸田文雄君、あの今、まあ検察の、まあ、捜査を経て、えー、政治資金収支報告書の修正が順次行われている中です。えー、そして、まあこれから修正を行う議員もいます。その中でそれぞれ説明責任を果たしている。 これ現状はそういった状況にありますこの説明責任を果たす努力はこれからもしっかり果たしてもらわなければならないということをま申し上げておりますそして合わせて党として実態把握を行いその上で本人の説明責任そして党の実態把握これらをしっかり踏まえて政治責任 えこの処分等を含めた政治責任について、党として判断していきたいと思っています岩谷良平君。あのシンプルな話なんです。記者会見するのが一番わかりやすいんです。それすらされてないんです、多くの議員が。おかしいと思いますよ。そして、今おそらく、このリストに載っている自民党の国会議員の皆さんはですね、まあ、 検察に立件もされずに済んだと、記者会見もせずに、ほっかむりして、今、じっと黙って耐えていれば、国民の皆さんもそのうち忘れるだろう、そういう卑怯な方々じゃないんですか、それは自民党として許すんでしょうか、そういったことを内閣総理大臣、岸田文雄君いやだから先ほど来申し上げております。 え本人の説明責任を促すのと合わせて、党として実態を把握し、そして本人の説明の状況等も踏まえた上で、政治責任について、党として判断いたします岩谷良平君。まあ説明責任をしないことをもって、例えば処分をするというのであれば、促したじゃなくて、指示をした、だけども、指示に従わず、記者会見すら開かなかった、だから処分をする、分かりやすいじゃないですか、そっちの方が。 どうしてそういうことをされずに、促すということにこだわるのか、私には全く理解ができません。次の質問に行きます。パネルをお願いします。まあ、これも何度もこの予算委員会に出てますけれども、今回の裏金をめぐるです、ね、関係条項を整理しております。そして、ポイントは議員個人か、議員の政治団体か、いずれに寄付をしたのか、受け取ったのかということであります。そして、議員個人の寄付であれば、寄付をした派閥の側も違法。 受けた議員の側も違法ですさらに、多くのこの裏金を認めた議員の中の多くの方が、そのまま使わずに置いていた支出費に使ってないとおっしゃってます。それはまさに、所得税申告しなきゃいけないはずなんです。しかも、何年間もその状態が続いている。脱税の可能性すらあるわけなんです。一方で、政治団体で寄付を受けたんだといえば、会計責任者の 虚偽記入罪ということになりますから、秘書に責任を押し付けられる。議員は共謀がなければ罪に問われない。だから、当初はですね、政策活動費として受け取っていた、個人として受け取っていたから書かなくて、収支報告に書かなくていいと思っていたと、複数の議員がおっしゃっていたにもかかわらず、今に至ってアンケート結果、そして先ほど総理の答弁でありました、調査の結果、 個人で受け取ったものは一人もいなかったとおっしゃいました。こうして、秘書に責任を押し付けて、政治団体への寄付ということにいきなり説明を変えてですね、逃げている。今、そういう状況だと思います。私はこの調査についてですね、今、聞き取り調査もされていると繰り返しご答弁をされていますが、しかし、本来ですね、 最初は個人で受け取ったって言ってた方が、いきなり政治団体への寄付でしたと、ひ翻したら、ですねここが大きな罪の分かれ目なわけですから、ここを一番調査しなきゃいけないはずなんです。ところが、どうやらそれがなされているか怪しい。だって、個人への寄付だ、全員が、そう、総理は先ほど断言されました。一人人も個人としての 寄付を受け取った者はいなかったとおっしゃいました。いないという事実をおっしゃった。いいっったああ、失礼しました。いないとおっしゃったんですね。一人もいないと。だから全員が政治団体で受けたということをおっしゃったということですね。ですから、私はそもそもこの調査が一体適正なものなのかということを問いたいと思います。まあ、これはいわゆるお手盛りの調査と言われていますね。内部で調査をしている、自民党の役員の皆さんが聞き取り調査をしている。外部の弁護士さんが同席しているといいますが、 やはり内部調査なんですどんな企業でも、あるいは役所でもですね、不正が起これば、第三者委員会を作って、外部の人に独立した形で調査をしてもらって、結果を公表するはずなんです。なぜそれをしないのか、なぜ内部調査にこだわるのか、そこをお聞きしたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君あの。今回の事案について実態を把握する際に、 えー、このまずは、まあ、党内において、えー、こういった事案について、えー、よく認識している、まあ、国会議員が関わることも必要であるということを判断いたしました。よって党の役員等、えー、を中心に聞き,、えー、聞き取りを行うということを、えー、このスタートで考えたわけですが、おっしゃるように、この外部の視点が重要であるということ。 これは当然、我々も考えなければいけない、まあ、そういったことから、聞き取り段階でこの外部の弁護士の皆さんに参加していただき、共に聞き取りをお願いしたということであります。その上で、取りまとめについては、すべて第三者の弁護士の皆さんにお任せして、取りまとめを今、お願いしている、こういったことであります。こういった政治資金に関わる様々な事情を こうしっかりとこの承知した上で、一方で外部のこの第三者の目も重視する、まあこういった点から今申し上げたような聞き取り調査を行いました。あこの取りまとめの結果をしっかり踏まえて、今後の党の対応を考えていきたいと思います。岩谷良平君、今総理はですね、党の役員が調査に参加することが必要だと考えたと。そして 外部の弁護士にも入っていただいて、取りまとめもその弁護士さん、外部のか弁護士さんにやってもらっているから、大丈夫なんだというようなニュアンスの答弁だったと思いますが、じゃあ、なぜですね、党の役員さんが、この党内の不正を調査する、そのメンバーに入る必要があるのか、その必要性を教えてください内閣総理大臣、岸田文雄君。あのの今回の事案、えーっと 自民党の派閥の政治金パーティーを舞台として行われた事案であります。それについて、直接関わってはいないおりませんが、この党,党内のさまざまなこの観光等についてもしっかり承知した役員に、この聞き取りには参加してもらいました。併せて外部の目が必要だとということで先ほど 説明したような体制を取った、えー、こういった形で、できるだけ第三者の目を入れながら、実態把握を行っていきたい、このように考え、一人を行った次第であります岩谷良平君、じゃあ、端的にお聞きしますが、じゃあ、お手盛り調査との批判は当たらないということですね内閣総理大臣、岸田文雄君、えー。もちろんです、お手盛り調査ではないとお申し上げております岩谷良平君。 ここういういとなんですそれが総理の考えであり、自民党さんの意識、まあ、まさにですね、自ら説明責任も果たさない、説明責任を果たすことの指示もしない、そして調査は世間一般ではお手盛りと言われるような手法によってやっており、第三者委員会はあくまでも使わない、これはまさにですね、もう自民党さんが、事情能力がないと言われても仕方がない。 そんな状況だというふうに断じざるを得ません。そしてそうなると次はどうするか。本人も説明しない自民党さんも調査がお手盛り、国会で解明していくしかありません。何度も議論に出ている政倫審です。この政倫審への出席、まあ総理はこれも促すというご答弁を繰り返していると思いますけれども、やはり。 清臨審への出席も、明確に総理総裁として、この関係した議員、裏金に関係した自民党国会議員に対して、出席を支持すべきではないでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。申し上げておりますように、このあらゆるこの手段によって説明責任を果たしていく、こういった 姿勢は大事だとといいうことで本人に働きかけを行っていますで個別具体的な国会の対応については、国会の判断に委ねますと申し上げておりますが、あらゆる手法を通じて、説明責任を十分果たすことが重要だということ、これは本人に引き続き働きかけてまいります岩谷良平君、まあ、結局、働きかけしかされないと。 そしていつも総理はです、ね、こういう話になりますとです、ね、国会でお決めいただくことだとおっしゃるわけなんです。自分は行政のトップ、国会とは立場が違,違うんで、そこは国会で決めてくださいということを、これまでも何度も繰り返し言ってこられましたが、しかしですね、総理は行政のトップであると同時に、当然国会議員であり、そして自民党のトップでもあるわけです。 総理がこの場で総裁としての、総裁としての立場で答弁されたことも、何度も過去、例があります。決して、ここで総理が自民党総裁として指示を出す、あるいは明確に答弁することは、法律違反でも何でもありません。ぜひ、その都合が悪いときに、国会のことは国会でというような立場の使い分けをせずに、ですね今一度お伺いしますが、自民党総裁として自民党に、政倫心に、 賛成しそして出席するように指示を出す、明確にしていただけませんか内閣総理大臣、岸田文雄君これまでもさまざまな課題において、私自身、えー、この具体的なこの国会の対応について、えー、申し上げることは控えておりますが、自分の思いだけは強く申し上げてきた。こ、まあ、こういったことで 憲法ををはじめ様々な課題についいてて思いを申しし上げてきました、えー、この政治資金をめぐる課題についても、国会の具体的な組織の対応については、この国会の判断に委ねなければならないと申し上げておりますが、私自身の思いとしては、政治説明責任、今回の件についての説明責任は、 関係者のみるのにしっかりと果たしてもらいたい。これは強く申し上げているところでありますし、本人に働きかけていると申し上げております。まあ、こういったことで、国会での対応と自分の思いえ、それぞれ国会において説明をさせていただいている。今回も同じだと考えています。岩谷洋平君、国民の皆さんが聞きたいのはですね。思いじゃなくて結果なんです。 明確に指示を出してて今テレビ皆さん見られてますよ総理がここで、そのとおりだと、今ここで指示を出して、うちのこの裏金に関与した議員は、全員精霊心に出して、説明責任を果たさせます、そういったテレビの前の国民の皆さん、拍手喝采されると思いますよ、ところが、なかなかそういったご答弁をされない、だからリーダーシップが疑われてしまう、そういうことになっているんじゃないかというふうに思います。 あの先ほど、これまでの質疑の中で,で、ね他のまあ議員さんの質疑ですけれども、この政林審に出席するか否かも含めて、それも含めて政治責任を判断するというふうにおっしゃいました、これはすなわち、政林審に出席をすることを拒む議員に関しては、処分の対象とするというお考えでよろしいですか内閣総理大臣、岸田文雄君、さまざまな手法を通じて、全体として、 どれだけ説明責任を果たしたか、これは大変重要なポイントになると申し上げております。そのそうした説明責任のありようも踏まえて政治責任について対応を考えます。岩谷良平君、まあ本当にあのメディアでもゼロ回答という言葉が踊ってますけども、まあ改めて自分で質疑をさせていただいてそのように感じざるを得ません。まあ自民党さんがやらないのであれば、我々維新の会は 独自に政治改革を進めてまいいりたいと思います今、パネルをお示ししましたけれども、維新版政治改革大綱、その一部です、これは政治資金改革にかかる部分だけを抜粋をしております。企業団体献金の完全廃止や、旧文通費の領収書公開、政治資金パーティーは企業団体には売らない、それから政策活動費の廃止、政治家本人の罰則強化、これは連鎖性ですねで、外部監査機関の導入等々ですね、こういったことを、 もうすでにお示しをしております。それから次のパネルをお願いします。私はですね、この政治改革には3つの方法があると思っています。A はですね、議員個人が自主的に実行する、これは簡単にできます。B、法律や制度がなくても、党が独自ルールで直ちに実行していく。われわれ維新はこれをやる党です。C 総理がいつもおっしゃる法律制度自体を変える、まあ、時間軸というと、この C がやはり一番時間がかかるわけで、A、B は早いわけなんですね。まあ、そこで、われわれは先ほどの政治改革大綱を示したこと、直ちにこれを実行していくわけでありますが、まあ、総理にお伺いしたいんですけれども、ちょっとパネルをもう一つお願いします。先ほどの政治改、維新版の政治改革大綱で入っておりましたが、これは後野党の野議員が示したパネルですが、 この企業団体献金禁止というのを掲げております。これ、2021年のですね、企業団体献金の額、総額の9割が自民党さんなわけです。だ企業団体献金の禁止するかいなかったは、もう自民党さんの問題なわけなんですね。でまあ、それ以外にも政治資金パーティーをどうするのか、政策活動費をどうするのか、そういった問題、さまざまあります。 あのこういった問題に関して、ですね総理は先ほどの C のやつですね、法律制度自体を変えなきゃいけないんだ、そのためには各党で議論しなきゃいけないんだとおっしゃいます、その与野党協議というのは、一体いつから始められる予定でしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。あのえー、企業、団体献金についてもいや、民主主義のコストをどう賄うかという観点から、えー、この政党がどのような収入を得るのか。 企業,金団体え企業団体献金、えー、それ以外にも、機関紙の購入費ですとか、あるいは組合費ですとか、さまざまなこの、えー、コ,スコストの財源について、えー、どうあるべきなのか、民主主義をどう支えるかという観点から議論しなければならない、えー、このように申し上げています。そして議論について、えー、このタイムスケジュールについてご質問がありました。 えー、党として、えー、このすでにこうした協議については、あまあ、しっかりとお向き合うワーキングチームも発足した、まあ、こういったことであります、今国会において、えー、成果が得られるよう、党としても、えー、考えをまとめて、議論に臨んでいきたいと考えています委員長岩谷良平君、えー、これも繰り返し質問をさせていただいておりますが、旧文通費の問題、これはですね、 自民党の元国会議員でありました、薗浦健太郎議員がですね、元議員がですね、文通費を自分の家の家賃とか、あるいは税金とか社会保険料の支払いに充ててたということが明らかになりました。我々はずっとこの文通費っていうものが、国会議員のポケットマネーに、ポケットに入ってるんじゃないかと、私的なことに使ってるんじゃないかという疑いを持ってきたわけですけれども、やはりそれが明らかになったという報道が出ております。 そ,そしてこの問題についてですね、まあ、先日の予算委員会で、我が党の藤田幹事長や小野泰輔議員からですね、総理に領収書の公開をしませんかと質問をさせていただきましたが、これに対して総理からですね、自民党として引き続きこの課題にも真摯に臨みたい、議論に貢献したいとおっしゃいました、そして実は私も2年前でですね、この場で総理に、領収書の公開しませんかと質問をさせていただきましたが、そのときもですね、 今、国会において議論をしていただいております、ぜひしっかり議論をしてもらわなければならないと私も思いますと、ご答弁をされました。あれから2年以上経ちました。しかし、この文通費の領収書の公開はいまだに実現していません。それも自民党さんの抵抗で実現をしておりません。一体この2年間、自民党さんがこの文通費の領収書公開に関して、どんな議論に貢献をしてきたのか、私は、 貢献どころかか抵抗してきたのが自民党さんじゃないかといいとうに思います総理、改めて国民の皆さん、テレビ見てます。我々維新の会は領収書、独自に公開してます。自民党さんも領収書公開、これぐらいはもう2年前から議論してるわけですから、今ここでするとおっしゃっていただけませんか内閣総理大臣、岸田文雄君。 旧文通費の取り扱いについては、先ほど委員が示したこの政治改革3つの段階において、まず個人としてできること、党としてできること、法律、制度を変えなければならないこと、この3つのうち、この3番目に該当するものであるとえ考えています。ですから、1番目、2番目については当然、自民党としてやらなければならない。 これを中間取りまとめてして取りまとめましたこれはすぐ実行いたします。それで3番目については、これ、制度、法律をに関わる問題であるからして、各党と議論を続けるということを申し上げています。そして、今まで議論は行われていなかったのようなまあご指摘でありますが、議論は行われてきました。 ぜひ今後も議論をここで前進させるべく、自民党としても、この制度、法律に関わる問題として、議論に真摯に向き合っていきたいと考えています岩谷良平君。議論をしてきとおっしゃるんであれば、ではその自民党さんがまとめられる政治改革案、これに文通費の領収書公開というのを入れていただけますか内閣総理大臣、岸田文雄君、文通費についてもどう考えるのか。 党として考え方を整理したいと思います以上岩谷良平君ぜひもうこれ2年経ってます抵抗勢力ではなくて自民党さんが政治改革を本気でやるということを示すのはこ領収書の効果が一番早いと思いますからぜひやっていただきたいと思いますし我々維新の会はこれからも政治改革の先頭に立っていくことを国民の皆様にお誓い申し上げまして質問を終わりますありがとうございました